全日本プロレス中継夏の陣サマーアクションシリーズの開幕戦大宮市民体育館、館内は異様な熱気に包まれております。さあ注目のカードを迎えました。天竜対原、開幕戦から一騎打ちであります。さあやってまいりました原、天竜打倒に燃えに燃えております。お互い名勝負を生んできた両選手だけに、今夜も梅雨空を吹き飛ばすような熱のこもった一戦を期待したいと思います。ヒットマンラビアットが天竜に炸裂か。アシラハラ入場です。さあそして受け札天竜の入場。さあ今シリーズの紛れもない主役の登場であります。金沢大会ではついに念願の AWA 世界ヘビー級選手権初挑戦が決定。またハンセン・デビアスの BWF タッグも挑戦が決定しております。さあ颯爽とやってまいりました天竜、まさに天竜の夏到来であります。しかしながらあの鶴田長州の挑戦を2度にわたり退けたファン・ハンセンを倒すのは至難の業。昨年の NWA 王座初挑戦に続くビッグチャンスをどうものにするんでしょうか。天竜今入場いたしました。これが天竜です。そして原選手にも両選手に豪華な花束が日本テレビ並びに番組のスポンサーより贈られました。30分の一本勝負一騎打ち、これが芦田原、両選手の紹介です。青コーナー260ポンド芦田原、これが相手がファンが燃えられる試合がしたい芦田原。男は黙って中身で勝負、天竜源一郎。さあいよいよ開幕しました夏の陣でありますが、山田さん主役はこの紛れもない天竜ですね。そうですね、はい、このシリーズは大変に大きなチャンスがね次々と待ち構えてるんで、まあ天竜選手としても本当にやりがいのあるシリーズになりそうですね。そうですね。そして開幕戦ご覧の芦田原との一騎打ち、今ゴングが鳴りました。解説席には、試合を終わりましたジャイアント馬場選手が来てくださいました。馬場さん、それにしましても開幕戦からすごいカードが組まれましたけども、この一戦何を期待しますか。そうですね、はい、この何回もこの回数はねあるんですよ試合はね、まあ非常にいい試合をしてますんでね、はい、まあ、ハリもチャンスをやりたいという気持ちでね今日のカードを組んだんですけども、さあまずドキはシュートアタックから積極的に芦田原が攻めていきます。この両選手は4回対戦して天竜の2勝です。思えばあのユナイテッドナショナルリーグでも、決定リーグでも、天竜とこの芦田原対戦しておりまして、その時には天竜のピンフォール勝ち、こういうことになっております。まあ山田さん、これまで名勝負を繰り広げてきた2人、こういうことですね。そうですね、はい、非常に俗っぽい言い方ですが熱い戦いですね。そうですね、まあ、まさに男の戦い、はい、それでね私はいつもこの原選手に注目するんですが、綺麗に分かれました。いつも何かこう飢えてるようなですね、常に強い敵を求めて、はい、悩んでると。そうですね、そういう姿が非常にいいと思うし、またそれがね戦いの場にきちんと出てきますよね。はい、大相撲からそして世界のラガー15からそれぞれプロレスに己をかけて来た男同士のスポーツマンらしい熱い戦いに期待したいと思います。ヘッドロックで攻めている芦田原、受けで立つ天竜です。あっとなかなか離しません。まあ芦田原にしては、今度こそこういう気持ちがあるでしょう。上になっています、攻め続けております。まあ山田さん、この天竜と戦うために全日本プロレスから飛び出した男芦田原、まあ、それだけにこの2人のライバル式というのは相当のものがあるんですね。いや過去のね4度の戦いが物語っているように、はい、本当に熱い戦いですよね。それでまた天竜選手はねこういうタイプの挑戦者好きですからね、もうガンガンぶつかってくる相手に対してもう最近はじっくり受けて立つレスリングをやってますよね。そうですよね。おっとまた話しません馬場さん。そしてまた芦田原の方もだいぶこの体調が一時より良くなってきましたね。はい、コンディションも良くなってきますしね、はい、今こう見てましてもねやっぱり前にこう今なら天竜がロープを取ったら飛んでいってしまうんですけどね、
じっと抑えてるいうやっぱり進歩っていうか頭を回転させてるっていうかね考えてますよね。そうですね。そしてまたこの両選手ファンにアピールするにはプロレスはグレードの高い熱い試合をしたい、こうしなければダメだ、このようにも言っています。共通した、お互いのプロレスの理想を持っています。この天竜と芦田原またヘッドロックに取りました。あっとここで少しバックドロップで切り返していく天竜の攻め、これはいいぞ。山田さん、今夜はあの天竜がですね、AWA 戦を金沢大会ハンセンとの一戦を控えておりますが、仮想ハンセンに見立ててるんだとこう言ってましたね。うん、まあそういう考えも当然あるでしょうね。はい、まあ、しかし逆にこの腹あたりにもたつくようでは AWA 戦はアカランプ、こういうことが言えるかもしれません。さあ今度は場外戦です。場外に戦いの場を求めました。さあ天竜がリングの上で正々堂々と試合をつけようじゃないか。さあそして円錐切りだ。円錐切りを見合いました天竜。前回の対戦ではスモールパッケージホールドで決まっているぞ。さあオクタパス、オクタパス、馬場さん、一連の天竜の攻めどうでしょうか。いや、いいです、いいですけどね、まだこれぐらいでね、はい、あれはまだ無理ないでしょうね。スタミナがありますから ね、山田さん。そうですね、はい、今のオクタパスにしてもね、ちょっと右足のフックができてませんでしたからね、いわゆるただあの単なる見た目技としてやったんだろうと、そっと回転の、ね、ローリングクレイドル、回転ユリー姿目、これはあのテリーファンから盗んだ技だ。もう 2,3 回回らないとね、あの目が回らないんですよね。この目が回ってしまうんですよ。あれは目を回して平行感覚を失わせておいて決める技。そうですね、ローリングクレイドルを見せました天竜であります。立ち上がり、ここへ来てまたちょっと静かな試合展開になりました。さて山田さん、この天竜ですが AWA には初挑戦ですよね。日本で初めてのチャンピオン、 AWA チャンピオン生まれますかね。大きなチャンスをね、はい、目の前にしてるわけですね。ただ過去にあの NWA の世界ヘビー級王座に挑戦した経験もありますし、はい、そういったあの意味で資格、経験、実力ともにね、非常にあのいいものを持ってますから、チャンスは大きいですよね。もちろんあの獲得するチャンスも十分あると思いますよ。芦田原、苦痛の表情であります。まあ山田さん、前回のチャンピオンカーニバルでは角田長州が連続挑戦をしました AWA に、まあ、天竜はその時には UN のベルトを奪還せと、専念したわけですが、まあそろそろ天竜の出番際立ちた。こうファンの人は見てるようですけどね。もちろんそうですね、はい、あの UN の王座にも立派に返り咲いたことだし、この辺でやっぱり世界的なね、もう一つランクの上のタイトルをと、やっぱりファンの方も望んでるし、本人もやる気は十分ですよね。試合は5分が経過してまいりました。さあ今度は原が今度は攻めに回ります。ヘッドバットです。さあ足の原にはヒットマンラリアットがあります。さあ後ろから後頭部からヒットマンラリアットを打ってまいりました。これは山田さん奇襲攻撃ですね。あのちょっと予想してない時にね、はい、ああいう形をあの痛め技を振っちゃうと答え方が違いますね。さあダブルチョップ、そしてギロチンドロップ、足原の殺人フルコースだ。この後ヒットマンラリアットが果たして天竜に炸裂するんでしょうか。さあその天竜ですが、馬場さん、これまではフレアを2対1で追い込んだ実績があるんですね、 NWA チャンピオンを、はい、そうです。しかしハンセンには3連敗3ピンフォール負けですが、これはどう戦って攻めていけばいいんですかね。そうです、まあ、天竜がね、基本的やっぱり体力的にもね、まだハンセンよりも下でしたからね、はい、そういう意味でね、あのやっぱり負けました。でも負けてもね、小気味が良かったんですよ。ですけども今度はね、そこそこ行くんじゃないかと期待してるんですよね。あ、山田さんはどう見てます。うん、ですからね、今あの馬場さんのお話にもあったように、はい、体力面で非常にあのパワーアップしてますよね、天竜選手が。そうですね、そういった意味でね、もちろん経験もどん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 積んでるわけですし、前のようなね、ピンフォール負けなんてことは考えられないと思うんですね。あ、まあ、逆に、はい、勝つチャンスもあると先ほど申し上げた通りなんですね。そうですね、まあ、この天竜は負けるにしても豪快にピンフォールされるようにもとにかく白黒をつけたい、ハンセンは攻めのチャンピオンで戦いやすいタイプ、このように言い切りました。また山田さん、一方のハンセンも実はこのヤツの挑戦をです、天竜の挑戦をですね、待っていたんだとこのように言ってるんですね。うん、あの私にも言ってましたけれども、はい、やっぱりなんていうかハンセンにしてみると天竜選手のようなですね、ガンガン向かってくるタイプというのは非常に好きなんだと思いますよ、はい、であのやりやすいとかそういうことではなくて、やっぱりあの男らしいチャレンジャーだというふうに見てるみたいですね。
現在ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンの天竜、まあこれまではダブルタイトル戦だったんですけど、今度は天竜の単独挑戦ですので、その辺は思い切っていけるあかもしれません。ヒットマンラリアットがここで炸裂いたしました。まあせっかく原もね、今ここでラリアット打ったんですからね、はい、攻めていかなきゃいけないんですよね。ここは攻めどころですね。そうですね、ここはチャンスなんですけど、やっぱりお互いに疲れてるんですから。あーっと円錐切りだ。芦田原が、昨年の世界最強タッグリーグあたりからよく見せます、この円錐切り。この辺にもライバル意識がよく現れています。芦田原そして天竜であります。さあ試合はどう展開していくんでしょうか。さあ今度は天竜がムーアンを分けるか。バックドロップリングの中央に投げ捨てた。そしてトップロープだ、トップロープだ、得意のあのダイビングエルボーか。しかし腹が気がついた。アッパーブローダー、天竜危ない。さあなだれ式のブレンバスター、大技があるぞ、首を打つぞ。さあセカンドロープからいった、なだれ式のブレンバスター。天竜が山田さんモンドリューってこちらからのキャンパスまで来てしまいましたね。これはねもう天竜頭に入れてますよ、アートこういうとこがね、あの非常に天竜の良くなったっていうとこなんですよね。あれは弾みではなくて天竜が計算をしていたわけですね。受け身を取りながら自分で弾んでいくんです。なるほど、プロレスの奥が深いものです。さあそして2発目を狙うのか、大技、あっと今度は天竜が下から円錐切りであります。いい感を働かせました天竜、こぞとばかりに円錐を切ってまいりました。さあエプロンサイドは芦田原、ラリアットか、ラリアットか、天竜ラリアット、これは相打ちだ、相打ちだ、相打ちだ、芦田原もヒットマンラリアットを打った。山田さん今のは相打ちですね、相打ちですね、完全に相打ちですね。さあダメージが心配です、ダメージが心配です。これまで名勝負を繰り広げてまいりました天竜と原。さあカウントが進みます。どっちのラリアットが効いていたかな、山田さんどうですか。はい、天竜選手の方がちょっと強かったんじゃないかと。そうですか、助走が来たからね、はい、ありましたよね。エプロンのね原選手の方が体勢的にちょっと不利だったんじゃないですか。さあその天竜が今エプロンから登ろうというところですが、足の原がこれを意地でも離さない。今ゴングが打ち鳴らされました。いい試合だったんですがね、山田さん。そうですね、で最後はね原選手強引に持ってってしまいましたね、ドローにね、はい、足を掴んで離さなかったですもんね。そうですね、無念の表情であります天竜。そして場外でこれまた無念の表情、足田原。馬場さん今の一戦どうですか、熱が入りましたかね。まあ、熱も入りましたけどもね、お互いにまだ2人ともねもっといい技をいっぱい持ってるんですからね、はい、もっといい技を出してほしかったですね。山田さん、天竜には確かにパワーボム、そして足田原にも、まあ、ヒットマンラリアットをはじめブレンバスターたくさん技がありましたよね。そうですね、まあ、今日はそういった意味で全ての技を出し合う戦いにはならなかったですね、はい、さあ両者痛み分けに終わりましたが、天竜はこの後天竜対ハンセン AWA 戦に初挑戦、そして両国大会最終戦ですが、ご覧の天竜、鶴田とコンビを組みましてハンセンデビアスの PWS のタッグにも挑戦いたします。天竜の夏到来といったところですが、今後シリーズはどう展開していくんでしょうか。この試合天竜源一郎と芦田原は9分38秒、両者リングアウトに終わっています。